TSS3940 キャンペーン。育児の話題をお伝えする3940、石井アナウンサーです。こんばんは。今回は子育てに関連した広島県内の中学校では初めてというある授業を取材してきました。訪れたのは廿日市中学校です。現在体育館には中学1年生全員が集まっています。これから行われるのは県内初めての特別授業。一体どんな授業なんでしょうか。みんなそわそわしてますよ。こういうのが初めてだからすごく緊張してます。ちょっとワクワクしてる分もあって、ワクワクします。授業の先生として登場したのはなんと赤ちゃんなんです。授業の名は赤ちゃん先生プロジェクト。0歳から3歳の赤ちゃんとママが講師となり、命の大切さを学ぶというもので、授業は半年間で4回、生徒たちはグループに分かれ毎回同じ赤ちゃん先生と触れ合います。はい、赤ちゃん3ヶ月になります。各家族家で兄弟のいない子も多く、生徒たちご覧のように緊張の表情での対面です。でも不思議なんですよね。赤ちゃんを見るとみんな自然とこんな風にね、優しい顔になっていくんです。先生寝てますね。そうですね、寝るのも仕事かな。こうして歌遊びなんかもしながら和気あいあいとしたムードで授業は進んでいきました。先生も楽しそうですよね。一方泣き出す先生もいます。それも OK。 泣いた赤ちゃん先生の様子も学びにつながります。この授業毎回テーマがあって、触れ合いの中で成長する命の偉大さに気づき、いじめや自殺の防止にもつなげていこうという取り組みなんです。赤ちゃんの時だから持ってるすごいパワーというのがありますよね。それを子どもたちに授けてもらいたかったんですね。さらに打ち解けてですね、子どもたちの、生徒たちの心がですね、本当に穏やかに和やかになるんじゃないかなと思います。期待してます。講師を務める赤ちゃんのママはこの日のために研修を受けてきました。活動に参加する理由とは、子育て中のお母さんがなかなか社会とつながれなくなってしまって、仕事っていう人の役に立つっていう行為を通じて社会とつながることによって、お母さんがそれを通じて成長してさらに元気になってもらうって、ここを狙ってスタートしました。はい。出会いからおよそ1ヶ月半、今日は2回目の授業の日です。生徒たちはどんな反応を示すのでしょうか。どうでしょう、大きくなりましたか。だいぶ目線も合うようになりました。順番に抱っこしてもらいました。2度目ともなるとやはり馴染むのも早いんですよね。このようにみんないい表情で抱っこしていました。お出かけの時に持って出るカバンなんですけど、この日のテーマは赤ちゃんの成長に関する悩みです。ママがいつも持つマザーズバッグ、その中身を紹介して重い荷物も体感、得るものも多い授業だったようです。意外と入るんですよね、もっと命を大切にしていこうとか、そんな感じが思いました。とても良かったと思います。赤ちゃんってもう1ヶ月でこんなに大きくなるのかなってことが、命は大切なものかなと思って、自分が赤ちゃんの時にどうだったかを感じれたり、命がこの先どうなっていくのかなっていうのが結構楽しみですね。なんか
継続して触れ合うことでこう抱っことかもだんだ ん, なんか、ね、上手に、ね、上手になっているように思いましたね。あ、中学生って一番その赤ちゃんと触れる機会少ないじゃないですか、うん、はい、なのですごく有意義な感じがしましたね。あの表情の変化を見ていてもですね、はい、将来のイクメン作りとか少子化対策にももしかしたらつながるんじゃないかなというのを ね, 感じたんですけれど、はい、ま、あのなかなか近所付き合いなどが今少ないので、ああやった異年齢のことを触れ合うことってあんまりないんですよね。貴重な機会となっているようなんですが、はい、このあと2月3月にまた一度ずつ行われて4回ありますので、またどんな学びがあるのか期待したいなと思います。以上、サンキューフォーゼロキャンペーンのコーナーでした。